改めまして野球殿堂入りおめでとうございました。 ありがとうございます、ね、僕は東京はこの番組があったんで行けなくて大阪の方を選ばせていただいて、はい、大阪を伺ったんですけど、まあ、東京も大阪もものすごい人でしたね。いや本当にね、もうこう感謝しましたね。いやこれだけよく集まってくれたなと、ね、総勢2300人ぐらいかな。そうですよね、うん、ミスターの映像もありましたし、さんまさん のメッセージもありましたし、うん、そして僕が感動したのは王貞治さんがいきなりまず大阪の会場ではね、うん、まず挨拶されて、野球殿堂遅すぎるわとこうおっしゃいました、ね、いやいやいや、もうまあ僕はあんまりねこのショーというものにね意識なかったんですよね、はい、ああそうなのかと伝えられて、うんうん、特別嬉しくはなかったけども、うん、周りがものすごくこう喜んでくれましてね、まあ遅すぎるわとかね、コーチなんかも田淵なんかもね、はい、今頃何言ってんだとこういうことを言ってくれてね、でそんなも意識しなかったんですね。まあ、あれはね規定があって、ユニフォーム着ている時には選ばれないという形にもなってますね、うん、そういうのがあってということもあったと思いますけどね、まあ、いずれにしても本当に野球殿堂入り、おめでたいというところなんですけれども、はい、あの時後ろの方では名古屋でみんな名古屋組がおりまして、はい、中日の同窓会やってたんですよもう早川さんとか金山さんとかね、二村さんとかも懐かしい顔で、いやいや、たけしも来てましたし、ね、東京かな、たけしは、で表彰式はオールスターの第一戦で行われるということで、今年はたまたまですねオールスターゲームが名古屋ドームで行われる、はい、そうなんだよね。あれもねなんか偶然がじゃないみたいな偶然だよね。そうですだから僕の中では大阪でも仙台でもない、やっぱり星野さんは名古屋の星野仙一監督なんです。いやいや、それはもちろん名古屋に育ててもらったんだから、はい、でもやっぱりね井の中の蛙になるのを僕は嫌だったの、うん、やっぱり野球全体を見たかったし、だから思い切ってね、外で羽ばたこうと、まあうまくいきましたけどね。それで3球団でそれぞれ優勝、楽天では日本一までということですもんね。まあ運が良かったね。そうですか、はい、そんなに努力もしてないのに。いや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 、さあここからはまず私と星野監督の43年も私 のアナウンサー生活43年の中での星野監督ということで、すみません、はい、ちょっとお話をさせていただこうと思いますが、昭和49年ドラゴンズは巨人の V10 を阻止しました、はい、でロッテとの日本シリーズをちょうど、大学4年の時に CBC の内定が決まっていたんですけれども、うん、友人と見ていて、その友達からよかったなこの強いチーム、お前実況できるんだよなというふうに言われたことを思い出します。でその時のエースピッチャーが星野仙一投手でありました。で実際に僕が実況できたのが1979年昭和54年、実況デビューしているんですけど、取材といえばもっぱら同世代の田尾さんとか田之倉さんばかりで、うん、当時はですね星野さんはじめ高木さん、木松さん、矢沢さんも怖くてとてもじゃないけど近づけない、はい監督、今のね、若いアナウンサーっていうのはもう平気でベテランにもいろいろ話しかける。当時は絶対そんなことできませんでしたもんね。いやね、それはね、ある意味薄い壁があったんです、その当時は。あ、そうですか。我々の時代は。あ、そうですか。そしてね、もう気安くこう、近寄れない雰囲気を醸し出してましたね。ありました、ありました。今のやつはもう、うん、その辺のもう友達みたいな感覚で。そうですよね。はい。で、僕が初めて、星野監督にお話できた、まあ当時は星野仙一投手ですけど、お話できたのが、昭和、57年、1982年のことでした。はい、この時僕はパロパロっていう番組やってて、そこで、だからドラゴンズは優勝すると。もう夏からもうそういうコーナーで、ほうほう絶対今年は優勝する。その通り優勝したんです、うん。で、優勝が決まった後はそのコーナーを、ありがとう星野仙一に変えたんです。なぜかというと、星野さんだんだん出番が少なくなってきたんです。だけど、精神的柱としてチームを本当に引っ張ってて、この優勝の陰に星野監督、星野仙一投手ありというところでこのコーナーをやってたんですね、うん、はい、でそこで、お前星野さんに直接インタビューしてこいと。で世の中今星野さん優勝が決まって日本シリーズのその間なんですけれども、はい、その間で世間では噂は星野さんどうも引退するんじゃないかって噂されてたんです、うんうん、でその時に雲の上の人にインタビューしなきゃいけない。はい、もう頭真っ白、だから僕はどうした、本にもちょっと書かせていただいたんですけど、はい、だからどうしたかっていうと、一、星野ファンとして
お話を聞いたんですね。はい、で、どういうのかというと、当時は選手食堂も、記者も入れましたよね。うんうんうん、で、星野さんなんか、途中でノックアウトされようもんなら、こんな吸い殻入れみたいなのあるでしょ。あれをスパイクでバーンと選手食堂で蹴飛ばしたり、それから壁に向かってタオルをバーンと投げたりと、もう怖い怖い、うん、そういうのがありました。はい、だけど、喜怒哀楽いっぱいの星野投手のことが大好きでした。巨人に向かっていくあの姿が大好きでした。それが見られないかもしれないという話になると本当に悲しいんですけどもみたいなことをちょっともう本当に一ファンとしても聞くしかなかったんですね、はい、でその時に星野仙一投手なんとおっしゃったか監督覚えてらっしゃいますか。いや覚えてないな。でしょうね、はい、お前そんなに泣かすなよとこれらしいでしょう。僕この時にあ星野仙一投手はやはりもう引退覚悟されてんのかなと、うん、それと同時に星野仙一という人の人柄みたいなもの、はい、この短いフレーズね、お前そんなに泣かすなよとこの言葉で皆さんに監督のその人柄が伝わったんじゃないかなというふうに思ったんです。監督あの時本当にもう決めてらっしゃったんですか。日本シリーズの前なんですけど。いや僕は決めたのはね、春先に熊本でね藤崎台でやったんですよ。それでね、1対0で勝ってたんですよ。平野選手がすごいファインプレーして、お辞儀したシーンでしょ。はいはい、覚えてます、はい。それでね、山本浩二ってもう亡くなった、左バッターにね、さよならヒット打たれたんですよ、はいはい。あの時にもう今年で終わろうと。はい、ずーっと8回まで1対0で勝ってたんですよ。9回にひっくり返されて。はい、あ、俺はダメだと。あ、その時ですか。その時にもう決めてたんですよね。でもね本当にお前そんなに泣かすなよと、うん、僕ねそれ以後もう何千人の人にインタビューしてるか分かりませんけれども、はい、このアナウンサー生活の中で、僕 もう自分としてはもう最高のあれがインタビューだったと思うんですなんかそんなこと言った、うんうん、記憶もあるかなという感じだね。あ、本当ですか。はい、そして、1983年昭和58年10月にサンデードラゴンズがスタートして、昭和61年86年にの10月にドラゴンズ星野監督が誕生、うん、そして昭和63年星野監督就任2年目で初のリーグ制覇。今日のオープニングにはありましたけれども、はい、実況をたまたま僕が担当の時に星野監督の胴上げを実況することができたと、そういう幸せな巡り合いもあったわけです。そしてその後、1991年ですけども、忘れられないのはもう何度も言っておりますけれども、星野監督サンドナに出演していただいてナインからのメッセージ、監督僕を使わないと今年の優勝ありませんよと、監督僕を使ってください次から次選手がビデオで登場したら、はい、星野監督の目がうるうるし、生放送でね、はい、うるうるし始めて、そこが僕のやらしいところですこれはいい絵だと、カメラアップアップと言ったら何がアップじゃって怒られたんですけどそういうことがありました。あれも本当にすっごい反響でした。よく覚えてる俺。はい、そして、平成4年になりますか、その星野監督が今度は、サンデードラゴンズ、まあスーパーバイザーということで何度も登場されて、そして特に田淵さんとのコンビでも随分出演していただきました。本当にありがとうございました。そうだね、本当田淵はあれで飯食ってたようなもんだよ飯と言いますと、飯食ってると言いますと、はい、番組終わった後、ちょうどお昼で、当時は10時ぐらいから始まってたんで、はい、この会社の東玄関にある何でもない喫茶店のオムライスを監督が美味しい美味しいと言って、ほう、普段いいもの食べてらっしゃるから、あ、逆にこういうものが美味しいんだなというオムライスを思い出しますし、それから近くのシティホテルの方ではチキンカレーが美味しい美味しいと。そう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 。ね。うん。ね。あるね、思い出すね。オムライス今でも好きだよ、僕は。あ、そうですか。うん、メニューにやったら必ずオムライス。やっぱ学生時代からの。うん、なんかね、子供の頃からのね、うん、なんかオムライスに憧れてたんでね。あ、本当ですか。チキンライスの上に卵が乗ってなっているっていうね。はい。そして1995年秋、星野さん2度目のドラゴンズに就任という、あ、監督に就任と復帰されるわけですね。はい、で、思い出すのは1996年、名古屋球場ラストゲームで、これ、うん、優勝を逃すという形になったんですが、本当に星野さんらしい爽やかさというふうに思ったのは、巨人ファンの皆さん、レフトスタンド向かってね、はい、巨人ファンの皆さんおめでとうと、うん、監督そんなふうにおっしゃいましたよね。ああ、そんなこと言ったかね。名古屋球場最後のっていうことでの挨拶の中でね、うん、で、最高の球場でしたという惜別のそういうような言葉もありました。で、後から実は考えると、
巨人ともそのシーズン戦っていたし、はい、星野監督はその時奥様の病魔とも実は戦ってらっしゃって、全くそれは我々は知らないところで監督やってらっしゃったんですよね。あったね、そういうことも ね、そして翌年1月に奥様が亡くなられるということがあるんですけど、はい、実はここからの僕放送で初めて言うんですけど、はい、僕のマンションのお隣が斉藤さんという、はい、星野監督と非常に懇意にされている方 で、はい、で亡くなられたその当日です。お通夜でもなくてその前、亡くなられた当日、うん、その斉藤さんの奥様が、はい、うち の、 あの家内に、はい、あの星野さんの奥さん亡くなられたから、うん、あの今からお悔やみに行くんだけどって言われて、はい、であ私も行かせてくださいっつって、うちの家内も一緒にあの星野監督のうちにお邪魔をしたんですね。でなぜ僕がっていうことなんですけど、はいはい、実は僕はあの腎臓悪くしてて、で長い間入院してたんですよね、その時、はい、であの星野監督にお会いして、であのお悔やみをうちの家内が言おうとしたら、監督あの泣きそうになる、あの僕家内の手握って、はい、あのご主人の容体大丈夫ですかって監督おっしゃった。で それ聞いて、あのもう本当にあのベッドの中で、あの病室で本当に僕号泣しちゃったんですけど、自分の奥さんが亡くなられた時に、はい、あの僕のことを心配されて、そのうちの家内の方にそんな風におっしゃったと、はい、いうことで、でその後あの外出許可もらって、僕あの葬儀にも参列もさせていただいたんですけれども、はい、あの星野監督っていうと喜怒哀楽の銅ばっかりがね、絵としては出やすいもんですから、はい、銅ばっかり出るんですけど、実は僕はこれほどやっぱり情の深い監督さんはいらっしゃらないと、ちょっと そんなお話をさせていただいたんですけど、思い出すな、ね、日体寺であったしね、そうですね、もう盛大な葬儀だったんですけれども、はい、もうあれから20年だよ。あ、そうですか、20年独身で暮らしてるよ僕それだけ奥様のこと愛してらっしゃったんですよ、ね、そうです、そういうことですね、はい。星野監督夢の軌跡第1幕。さあ第1幕は星野投手編です、はい、打倒巨人に燃えた星野仙一投手について伺っていきたいと思いますが、あの交換言われている監督があの巨人から指名するぞと言われたのが話が違うぞということ、あれはそうなんですか。そうですね、ジャイアンツは田淵を1位指名すると、はい、で田淵が先によそに取られた場合星野お前を指名するという話が最初ですね、はい、で島野さんという名前になってあれおかしいな、うん、で島と星野を間違えたんじゃないかと、はい、いうことをね司会者に僕は言ったことがあるんですけどね、はいはい、そっからも打倒巨人というかそういう気持ちに、いやそれもともと僕はもう巨人あんまり好きじゃなかった。ああ阪神ファンですもんね、はい、就職だからもうこれはしょうがないじゃない、はいはいはい、しかもドラフトだから、はい、で名古屋行きました、うん、そうすると中日新聞と読売新聞の新聞戦争じゃないですか、うん、それでその本社の方はね、うん、巨人とかジャイアンツと言わないんですよ、読売にとにかく勝てと読売に勝てとはい、はい、それをこう洗脳されたというか、はい、うん、しかも強いし、うん、V 級時代ですから、はい、巨人に勝って読売に勝ってなんぼのもんだと男はという意識はものすごく強かったし、はい、東京門に負けてたまるかとこう、はいはい、いう、まあ、ある意味その小さな田舎門の劣等感をものすごくエネルギーにしたというかね、はいはい、そういうのありましたね。なるほどね。はい。で、自らやっぱりもう巨人戦は俺だろうという感じで、あの、志望したりとか。もちろんもちろん。もう巨人戦で投げさせなかったらもう、あとほら、俺は投げねえぞというぐらいな感じ。だから必ずローテーションの中に1試合は、ね、入ってました。3試合のうちの1試合、はい、あ、そういう感じだったんですね。そしてその集大成は昭和49年、先ほどもちらっとご紹介した20年ぶりの優勝につながる、うん、これで巨人の10連覇を阻むということなんですが、実はですね、この10連覇
覇を阻むというその優勝決定の前の試合、うん、これが大一番だったんですね。というのは10月11日神宮球場で行われたヤクルト中日26回戦、この試合を落としていたら巨人との直接対決になる、でしかも後楽園ですかね、非常に不利になるというところで、うん、星野投手が立ちはだかるわけです、はい、実は神宮で2対3で中日負けていたんですけど、はい、9回表高井守光さんのタイムリーで3対3の同点になった、はい、覚えてます。そこでベンチ入りをしていた星野投手が抑えというか、はい、そこでマウンドに上がるわけです。で当時はね3時間制なんですよ。3時間を超えたらもう延長に入らない。あ、はい、でもうこの時点で3時間行ってたみたいです。9回の裏の1イニングを星野投手が投げたと。そのシーンお聞きいただきましょう。どうぞ。2エンド1追い込んでいます。マウンド上の星野、第4球投げた、ストライク。試合終了、3対3、引き分けに終わりました。しかし中日はこれでマジックナンバーが2となりました。引き分けても中日のマジックナンバーが1つ減りました。あと2勝で優勝ということは、明日中日球場で太陽とのダブルヘッダーに中日が連勝すれば、巨人戦をまたして優勝が決定します。はい、本当に大きな引き分けだったんですよね。私今思い出すとね、はい、14年間のピッチャー生活の中で、あのヤクルト戦の9回、はい、あれが最高のピッチングだと思う。あ、そうですか。もう震えた震えた、喉はカラカラ。あ、そうですか。で、足見たらユニフォームがこう震えてるわけ。それで、こう、投球練習するじゃないですか。はいはい、ものすごくいいボール行くの。はい、その時に、はあ、これがプレッシャーなんだ。その割に俺いいボール行くな、はい、俺はプレッシャーに強いんだというようなね、はい、その時に意識を持ったね。あ、そうですか。本当にいいボール行ったね。実は内野ゴロ一つと、あとは三振二つなんですね。そうなんです、素晴らしいピッチングでピシャリと抑えたということ、さあそして翌日の太陽戦ダブルヘッダーを迎えるわけなんですけれども、あの前日そうやってリリーフで投げて、はい、翌日、ダブルヘッダーの第一試合は松本幸綱さんが投げられました、そしてその後第二試合星野さん、つまり中1日やどころか連日なんですよ、中1試合で翌日投げてらっしゃると。だからヤクルト戦の前にも僕ヤクルト戦投げてんだから、先発で、ね、だからもう4連投5連投なんて当たり前なんです。先発リリーフ、先発リリーフで、うん、でダブルヘッダー第一試合で勝ってマジック1になって、はい、この時の足の振れみたいなのはどうなんですか、先発で行く時は。その時はなかったね。あ、もうないんですか。で1試合目にね、ボコボコに勝、はい、勝ったんですよ。はいはいはい。で僕はベンチ裏でもう点数をもう少し取っとけよお前、2試合目に2試合目の方にね早終われよとかね、そういう言い方をしたことがあるんですよ。そうですか。はい、それで今度勝ってマジック1でしょ、はい、先発でその時落ち着いてましたね。あ、そうですか、なるほどね、はい、さあいよいよダブルヘッダー第一試合に勝って、いよいよ第二試合マジック1で迎えました。エース星野投手、中一試合で、完投し、実は胴上げ投手となるんですけれども、はい、あの瞬間、島谷さんが取って、はい、そして星野さんが木松さんと抱き合うんですけど、はい、普通とは逆で木松さんの方が飛び上がってる。そうしかもマスクつけたまんまだから、俺のおでこにマスクが当たったと思ったんだけども、はい、まあキーアンのあの喜び方を見るとね、はい、うん、もうこっちも嬉しくなっちゃってね、はいはい、でそういう印象皆さんお持ちだと思うんですけど、はい、実はこの試合、うん、0対0で迎えた2回裏2アウトランナー1塁で、はい、こんなシーンがありました。バッターボックス星野千一投手です。3塁に矢沢が、1塁に広瀬がおります。2回裏均衡を破る絶好のチャンス、星野が自分のバットで選手権を叩き出すかどうか。第5球打った、叩き出した、ファースト、ここまで三塁から矢沢が送還、セカンドの矢沢は記録が三塁へ打った、星野も掴んで、さらに三塁を回す、記録が本塁、三塁のボールは勝ち取る、二塁ホームに向いてアウト、ホームへと届いてない、記録回しということで、なんとですね、星野千一投手、はい、胴上げ投手、優勝投手が、その優勝を決めた試合で先制点を放つと。そういうことですね。こんなの、プロ野球史上ありますかね。どうなんだろうね。いやいや、すごいですね、これ。いやいや、もうピッチャーのっていうのを忘れてるからね。あの時はバッターボックス立ってね。ああ、そうか。もう勝ちたい一心で。あれでね、一塁の広瀬がね、ホームついたんですよ。はい、
そしたらセーフなんですよ。はい、で、広瀬はものすごくこう、球審に、ぐわーっと抗議してる。抗議してるんで、はいはい。それを僕は間に入って止めたんですよ。あら、珍しい。それを止めなきゃ、ボールがストライク、ストライクがボールになっちゃうと。ああ、そういうことだよね。で、僕は自信があったもんだから、はい、広瀬もその辺でいいよ、その辺でいいよ、と。セーフだ、セーフだ、あれは本当は。ということで、引き止めたことあるんです。そうですか、うん。いや、それだけもう落ち着いてらっしゃったわけですよね。ですね、その時はね。自信もありということでね、うん。なるほど。ですから本当に、プロ野球史上で珍しい、はい、胴上げ投手、優勝投手が先制点を挙げて、はい、結局6対1で、優勝決定となるということ。巨人の V 点を阻止したということです。では今度は、星野監督、夢の奇跡第2幕です。星野監督、夢の奇跡。第2幕。第2幕は監督編としてお話を伺ってまいります。今お聞きいただいたように僕は昭和63年、本当に幸せなことに、はい、星野監督初優勝の時の、実況をさせていただきました。はい、監督は現役を辞められた後、NHK の方でね、キャスターとして、もう見事ですね、普通は単なるコメンテーターでアナウンサーが進行してっていうのが普通だと思うんですけど、はい、この方の場合はもう自らタイムキープもできてという、もう堂々たるキャスターぶりでしたもんね。いやいや、あれはもうマウンドより緊張したね。本当ですか。本当に。そうですか。でももういっぱい抗議も来ましたしね。あ、そうですか。あ、僕は巨人のことを平気でボロクソに言うもんだから。その代わり中日ファン喜んだと思います。だからね、文句が出るということは見てくれてるということじゃないかということでね、流してましたね。あ、そうです。逆に巨人ファンが本当の裏を知らないから、それを僕のコメントで聞いて、うん、僕のファンになってくれた人っていうのが多いですね。あ、そうですか、うん。で、その評論家生活があって、なんと39歳の若さで、中日ドラゴンズの監督、39歳です、はい。青年監督もいいところ。ね。で、監督、その前の2年間、中日は5位でした、うん。そこで監督を引き受けられました、うん。どんな思いで引き受けられたんでしょうか。いや、僕はまだね、監督として戻りたくなかったんですよ。放送が楽しかったの。あ、そうですか。うん、楽しくて楽しくてしょうがなかった。はいはい、で、まあ、当時のオーナーの加藤道郎さんが、戻ってこいと、はいはいはい。もう招集令状です。もう、このオーナーに言われたらしょうがないなと、うん、いうことでもう覚悟しましたね。うん、あ、そう、そこから大改革に着手されるわけですよね。ですね、僕はね、評論家の時に、はい、巨人に3連敗したんです、後楽園で、はい。それをずーっと階段を登ってくる選手たちの姿をずーっと見てて、うん、ジャイアンツに、この読売に3連敗して、何の悔しさもこう感じてこないんですよね、僕に。ああ。かなり辛い、いつからこんなもうふぬけになったんだ、という気持ちは持ってましたね。なるほど。うん、後輩何やってるんだと。そうそうそう。巨人戦だろう、読売だろう、はいはい、何やってんだてめえらこの野郎という思いがものすごくあったね。なるほど、ね、うん、はい。それではここで1986年10月29日、わずか39歳でドラゴンズの監督に就任された、その就任記者会見の様子お聞きいただきましょう。どうぞ。滞りなくと言いましょうか、今調印しまして、本日より、名誉あるドラゴンズの監督を引き受けさせていただくことになりました。引き受けた以上は体を張って思い切ってやっていこうと、ただ普通の人が思い切ってやっていこうというのとはちょっと違うという、これはもう次の秋季練習から見ていただければ皆さん肌で感じると思います。ドラゴンズの選手の皆さんへ、覚悟しとけ。はい、監督もほんのあまりにも有名な言葉ですよね、これはね。ね、いや、だからさっき言ったね、巨人、はい、後楽園の3連敗がそう言わせたんですよ。はい、あ、なるほど。でも星野監督って僕は小泉総理と似ているような気がして、非常にキャッチーな言葉をパーンとおっしゃるんですよね。あ、多分ね、今日も新聞記者の方いっぱいいらっしゃるんですけど、はい、新聞記者にとって本当にありがたい監督さん。いろいろ記事書くのもね、はい、ですよね、監督。そうかな、意識してないんだけどね。そうですか、ね、覚悟しておけ、見出しになりやすい一言ですね。
はい、という、星野仙一監督、まあ、就任されたわけですけど、はい、あの金本監督がね、今年超改革なんていうテーマでおっしゃってますけども、はい、星野監督の場合は超改革どころじゃないです。もう超のすごい改革。いきなりその落合選手を引っ張ってきて、はい、そして牛島さんを出してみたいな感じの1対4のトレードもありましたし、はい、次から次とも大改革をされていったと。トレードで大変だったんですよ、こっちは。もうちょっと先ですね、12月の末ぐらいに、はい、お正月番組、特別番組、はいはい、星野監督のもとで撮ったんです。田淵さんもいらっしゃいました。はい、そしたら、牛島さんは出ていく、落合選手は来る、全く違うでしょ、チームが。正月番組を撮り直させていただきましたね。いやー、はい、あれはね、本当に話して、もう本当にゆっくり話したいんだけども、はい、どこもと落合を取るところなかったんですよ。でも、ね、根本さんと相談したんですよ。で、根本さん西武のもう GM やってますから、はいはい、で根本さん取らないのって言ったら、うちは取らねえよと、はい。で、ジャイアンツとその、正力さんとこう話し合ってたんですよね。ロッテの重光さん、はいはいはい。そこで、破談になりましてね。じゃあ、どうしようかなと。で、巨人に取られたらえらいことになってしまうと。はいはいはい、うん、これはうちが取るしかないな、と。うん、いうことで、オーナーと相談したんですよ。はい、中山社長とも相談したんですよ。で、それがもう年末ギリギリのことになったと。ギリギリですね。いうことですよね。はい。そして、まあ、山本昌、近藤、上原、彦の中村、若手を使い、それから配置転換、各さんはパラシュート部隊ですか?なんかでやってたから、ハートは強いだろうと。いうことで抑えにね。だからみんな反対したんですよ。はい、本当はハートが弱いと。うん、いうことで反対したんだけども、うん、大丈夫だと。1イニングならこいつは大丈夫だと。うん、いや、あの頃は1イニングじゃないからね。はいはい、西武も3イニングだからね。はい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 、そうですね、うん、はいはい。今の抑えなんて楽なもんだよ、本当に。1イニングだけですもんね。1イニングだもん。うん、はい。それと、立浪選手を見事引き当てて、はい、で、宇野さんはその代わり、コンバートしてというような使い方もしました。ね。で、就任2年目で、見事に、優勝を果たすということなんですが、監督、これぜひお聞きしたいことがあります。うん、監督に二つのタイプがあると思うんです。うん、選手を使うのが上手い監督さんと、はい、それから選手を育てるのが上手い監督さんと、うん。で、僕は星野監督っていうのは、両方の、数少ない両方の、できる監督さんだと、偉そうですけど。今そうやって答えようと思ったのよ、僕が。すいません。どっちですかと。いや、両方だよと。すいません。聞き手が悪かったです。すいません。そうですよね。うん、つまり、星野監督の時には優勝もする、結果も出す。はい、ですから、選手をうまく使っている、はい。その気にもさせている。その一方で、若手をどんどん育てていると。両方やってらっしゃいましたもんね。うん、やっぱりね、ファンはね、新しいもの好きじゃないですか。で、新しい名前が出てくると、うん、やっぱりファンっていうのは喜びますよね。はい、そこでやっぱり、9つのポジション、うん、まあ、ピッチャーは除いても、うん、やっぱり若い、新しい名前を、ポッポッと置くと、ものすごい新鮮さを感じるんです、そのチームにね。うん、そしてまたそれが結果出してね、近藤慎一ノーヒットノーランなんていうデビューがね。ありましたね。あれはね、本当に打たれろ、打たれろ。お前一本は打たれろと、はい、ノーヒットノーランがするんじゃねえと。はい、言ってたら、うん、最後まで行っちゃいましたよね。うちテレビ中継でみんな言ってたんですよ、うん。7時からテレビ中継は始まる。野球はその前から始まっている。はい、7時から始まった時には、先発の近藤投手もういないだろうなって言ってたんですよ。実は。あれもね、はい、前夜の試合。はい。勝って、うん、風呂場で決めたんですよ。ピッチングコーチの池田さんが、監督明日ピッチャーいないんですけど、なあ、俺やな、二軍に近藤俺らがいる、いや、高校生ですよ。しかも優勝争い王さんとしてましたからね。それからですよ。いい、やられても構わへんから、もう、近藤で行け、新地で行けっていう感じだったんですよね。そのあたりは大胆な起用で、監督っていうのはもう、鉄は熱いうちに打てて、二軍でいいやつすぐ一軍に上げて、その一、二軍のね、コミュニケーションもすごかったと思うんですよ。で、すぐ上げて、すぐ使うということでしたよね。やっぱり上げた以上は、ベンチに座らせたんじゃダメだと、はい。冷蔵庫に入れたんじゃね、いくら冷蔵庫でもね、新鮮さがなくなると。はいはい、いうことで、もうすぐ使うことにしてたんですよ。なるほど、ね、はい。さあ、それでは、就任2年目、見事、セリーグ優勝を果たすという、1988年優勝シーンをもう一度お聞きいただきましょう。どうぞ。
ピッチャーは18人でした。みんなの力で勝ち得たこの今年の勝利と優勝ということが言えると思います。小松、杉本、鈴木、高政、川端、白、小野、田中、米村、鹿島、江本、近藤、三浦、宮古、宮下、高島、斉藤、上原、山本、以上18人です。そしてキャッチャー3人、中村、大石、大宮、野手19人、彦の立浪、ゲイリー、落合優の中尾、川又、二村、弟、二村、兄、音、円田、豊田、鈴木康友、片平、中根、山田、小松崎、岩本、小森、以上40人による優勝が目の前です。左バッターボックスに旗が入っている。ボールカウント2ストライク1ボールからピッチャー各セットポジション第4球を投げた空振り三振、試合終了。ドラゴンズ優勝、ドラゴンズ6年ぶり4回目の優勝達成、ナインがドッと始まった。はい、監督懐かしい名前が次から次出てきましたよね。いやいや、あいつら何やってんのかな今ねえ、でも、最後の試合も11対3ですか。ですから、僕も実況としてはすごい落ち着いてやれたんです、はい、これはもう優勝シーンしっかりできると。あれだけ点差ありますから、もう絶対今日は勝つと。で、監督もあれですよね、顔見せ興行で次から次とピッチャーを登場させたんですよね。ああ、そうだったかね。あそこら辺のサービス精神というか、もう選手に対するなんか愛情もすごいなと思ったんですけど。やっぱり、胴上げの時に、やっぱり自分が一枚でも絡んでないとダメだと。はい。いう思いがあるじゃん、選手としてはね。はい、まあ、このあたりも監督の情みたいなのも感じるんですけれどもね、はい、さあ、そして監督、その後もちろん中日で2回も優勝されてますし、それから阪神行って阪神で優勝、はい、で楽天で優勝、それぞれ弱いチームを強くして、で楽天では日本一にまでと、結局もうこの3球団で優勝っていうのは三原監督、それから西本監督、そして星野監督、3人しかいらっしゃらないみたいですね、いうことなんですね。だからそれを新聞で見て、お、俺も大したもんだなぁなんて、自分で思ったことありますね。だから名称なんですけれども、はい、そこで監督に伺います。監督の資質としての条件、必要なものって何になるんですか。まあ、いろいろあるとは思うんですけど、いろいろあるんだろうけどね、はい、やっぱ覚悟ですね。覚悟、覚悟、あ、もうどんなことがあっても柱が壊れちゃ、グラグラしちゃダメだと、はい、自分がこう思ったらこの選手をもう使い続けるとか、うん、はい、こいつとも共に死ぬとか、心中するというぐらいの、そういうふうなね、はい、思いがあれば絶対に選手に伝わる。どんなにぶん殴ったって選手には伝わるって、はいはいはい、うん、それとか例えば決断力だとか、うんうん、それからあと僕星野監督の素晴らしいのは情報収集、はいはいはい、みたいな、もう人脈の凄さみたいな、うん、ですから星野監督の時のドラフトってみんな一軍で活躍してるんですよ、うん、あるいは新人を取ってるんですよ、あるいは外国人選手、もうこの方外国とのつながりもすごいですから、はい、あ、だいたいベルビーチ、巨人のキャンプ地だったところ割って入る人ですからだから外国とのもそうですし、もう情報収集すごいですね、その人脈たるですね、うん、やっぱり評論家時代にもう外国ももう毎年毎年1ヶ月行ってましたし、はいはい、そういうところでもう人脈を作っていって、うん、外れても大きく外れないですね、はい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 、そういう情報を取ってるとね、うん、で情報っていうのはもうかなりの武器ですよ、はい、あとは企画力、なんかすっごいアイデアマンでもありますし、うん、わすごいと思ったことも何度もありますし、それからなんていうかな、発言力っておかしい、表現力みたいな、うん、どう伝えるかという、さっきの一言でポーンと伝えるような、はい、そこら辺の言葉、いやー、特別勉強したこともないしね、うん、でも監督にとって、このなんていうか、コミュニケーション能力っていうか、それもすごく大事なことじゃないかと思うんですが、だから僕はね、コミュニケーションって、部屋に呼んでこう会話するとかね、はいはいはい、そういうのコミュニケーションと違うっていう、はい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 、例えばストレッチしてるときにね、はい、うろうろしながら、おい、お前もうそろそろお前、子供生まれるだろう、うん、あ、今8ヶ月ですと、で、まあ、ある選手のとこ行って、もうお前、幼稚園入るよなとかね、もうたった一言でいいんですよ、はい、いくつになったとか。母ちゃんとうまくやってるかとかね、彼女とうまくやってるのかとかね、それがコミュニケーションなんですよ。なるほどね。最後にですね、うん、ドラゴンズファンの皆さんに、今本当にドラゴンズ苦しい状況にあるんですけれども、ファンの皆さんにメッセージをぜひ頂戴したいと思いますが。うん、でも森重監督は若いやつも使ってるし、うん、はい、これからじゃないの？そうですか。うん。うん、ただ、
もっともっとこう、なんていうかな、うん、名古屋気質というか、東海人のこの文化というか、うん、歴史というか、そういうものをもっと大事にしてほしいな、もっとファンを引きつける、もうサラリーマンの野球やったんでダメ、やっぱ魅力あるチームにというね、やっぱり個性がないと、ね、ということです。はい。さあ、そして、これは僕からなんですけど、もう多くのね、皆さんから、今日はもう番組始まる前からたくさんお便りいただいて、皆さん再び中日のためになんて、おっしゃってる方多いんですよ。だけど僕はもう再び中日のためになんて、小さいこと言わずにですね、本当に実はプロ野球に対する危機感みたいなもの、すごく僕今持ってるんですよ。ですから、監督、コミッショナーなんとかやっていただけませんか？コミッショナーはやっぱりね、お金儲けできる人ね。そういう人で、そのアドバイザーとして、やっぱりね、底辺拡大、子供たちにどうやって野球をやらせるかという、はい、その環境づくりをどうやってやるかということを考えると、やっぱり原資がいるわけです。お金がいるわけです。そのお金をどうやって稼いでいくかと。もうプロ野球なんていい加減なもんなら、ドラフトでパッパッパッパ、お金で釣るだけだからね、はい。それまでアマチュアの監督がどれだけ苦労してるか育てるのに。そういうことなんですよね、それをね一生懸命これから考えていこう、もう考えてますけどね、僕はね。ぜひ今後もプロ野球界のためによろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。いやいや、もう懐かしい、ありがとう、ありがとうございました。今度勝ってマジック1でしょ、先発で、その時落ち着いてましたね。そうですか、なるほどね、はい。さあ、いよいよダブルヘッダー、第一試合に勝って、いよいよ第二試合、マジック1で迎えました。エース、星野投手、中一試合で、完投し、実は胴上げ投手となるんですけれども、はい、あの瞬間、島谷さんが通って、はい、そして星野さんが、木松さんと抱き合うんですけど、はい、普通とは逆で木松さんの方が飛び上がってる。しかもマスクつけたまんまだから、俺のおでこにマスクが当たった。と思ったんだけども、はい、まあ、キーアンのあの喜び方を見るとね、はい、もうこっちも嬉しくなっちゃってね。で、そういう印象を皆さんお持ちだと思うんですけど、はい、実はこの試合、0対0で迎えた2回裏、2アウトランナー1塁で、こんなシーンがありました。バッターボックス、星野仙一投手です。3塁に矢沢が、1塁に広瀬がおります、2回裏。均衡を破る絶好のチャンス、星野が自分のバットで先取点を叩き出すかどうか。第5球打った打ち上げた、ファースト高野がレフトへ、3塁から矢沢が送還、2塁から3塁へ打った、星野も向かってさらに3塁を回す、星野が星野にボールが返ってくる、メリカンホームに向いてアウト、ホームベースへ届いてない、広瀬の足ということで、なんとですね、星野仙一投手、はい、胴上げ投手、優勝投手が、その優勝を決めた試合で先制点を放つと。そういうことですね。こんなの、プロ野球史上ありますかね。どうなんだろうね。いやいや、すごいですね、これ。いやいや、もうピッチャーのっていうの忘れてるからね。あの時はバッターボックス立ってね。ああ、そうか。もう勝ちたい一心で。あれでね、一塁の広瀬がね、ホームついたんですよ。はい、そしたらセーフなんですよ、はい。で、広瀬はものすごくこう、球審に、ぐわーっと抗議してる。抗議してるんで、はいはい。それを僕は間に入って止めたんですよ。あら、珍しい。それを止めなきゃ、ボールがストライク、ストライクがボールになっちゃうと。あ、こういうことその後だね。で、僕は自信があったもんだから、はい、広瀬もその辺でいいよ、その辺でいいよ、と。セーフだ、セーフだ、あれは本当は。ということで、引き止めたことあるんです。そうですか、いや、それだけもう落ち着いてらっしゃったわけですよね。ですね、その時はね。自信もありということでね、なるほど。ですから本当に、プロ野球史上で珍しい、はい、胴上げ投手、優勝投手が先制点を挙げて、はい、結局6対1で、優勝決定となるということ。巨人の V 点を阻止したということです。では今度は、星野監督、夢の奇跡、第2幕です。星野監督、夢の奇跡、第2幕。第2幕は監督編としてお話を伺ってまいります。今お聞きいただいたように、僕は昭和63年、本当に幸せなことに、はい、星野監督、初優勝の時の、実況をさせていただきました。はい、監督は現役を辞められた後、NHK の方でね、キャスターとして、もう見事ですね、普通は単なるコメンテーターで、アナウンサーが進行してっていうのが普通だと思うんですけど、はい、この方の場合は、もう自らタイムキープもできてという、もう堂々たるキャスターぶりでしたもんね。いやいや、あれはもうマウンドより緊張したね。本当ですか。本当に。そうですか。
でももういっぱい抗議も来ましたしね。あ、そうですか。僕は巨人のことを平気でボロクソに言うもんだからその代わり中日ファン喜んだと思いますだからね、うん、文句が出るということは見てくれてるということじゃないかということでね、流してましたね。あ、そうです。逆に巨人ファンが本当の裏を知らないから、それを僕のコメントで聞いて、うん、僕のファンになってくれた人っていうのが多いですね。あ、そうですか、うん。で、その評論家生活があって、なんと39歳の若さで、中日ドラゴンズの監督、39歳です、はい。青年監督もいいところ。ね。で、監督、その前の2年間、中日は5位でした。うん、そこで監督を引き受けられました、うん。どんな思いで引き受けられたんでしょうか。いや、僕はまだね、監督として戻りたくなかったんですよ。放送が楽しかったの。あ、そうですか。うん、楽しくて、はいはい、楽しくてしょうがなかった、はいはいはい。で、まあ、当時のオーナーの加藤道一郎さんが。はいはいはい。戻ってこいと、うん、もう招集令状ですもうこのオーナーに言われたらしょうがないな。ではチキンカレーが美味しい美味しいと。そう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 、ね、うん、ね、あるね、思い出すね。オムライス今でも好きだよ僕は。あ、そうですか、うん、メニューにあったら必ずオムライス。やっぱ学生時代からの、うん、なんかね、子供の頃からのね、うん、なんかオムライスに憧れてたんでね。あ、本当ですか。チキンライスの上に卵が乗ってたっていうね、うん、なるほど、はい。そして1995年秋、星野さん2度目のドラゴンズに就任という、あ、監督に就任と復帰されるわけですね。はい、で、思い出すのは1996年、名古屋球場ラストゲームで、これ、うん、あの、優勝を逃すという形になったんですが、本当に星野さんらしい爽やかさというふうに思ったのは、巨人ファンの皆さん、レフトスタンド向かってね、はい、巨人ファンの皆さんおめでとうと、うん、監督そんなふうにおっしゃいましたよね。ああ、そんなこと言ったかね。名古屋球場最後のっていうことでの挨拶の中でね、うん、で、最高の球場でしたという惜別のそういうような言葉もありました。で、後から実は考えると、巨人ともそのシーズン戦っていたし、はい、星野監督はその時、奥様の病魔とも実は戦ってらっしゃって、全くそれは我々は知らないところで、監督やってらっしゃったんですよね。あったね、そういうこともね。ね、うん、そして、翌年1月に奥様が亡くなられるということがあるんですけど、はい、実はここからの僕放送で初めて言うんですけど、はい、僕のマンションのお隣が斉藤さんという、はい、星野監督と非常に懇意にされている方 で、はい、で亡くなられたその当日です。お通夜でもなくてその前、亡くなられた当日、うん、あの、その斉藤さんの奥様が、はい、うち の、 あの家内に、はい、あの星野さんの奥さん亡くなられたから、うん、あの今からお悔やみに行くんだけどって言われて、はい、で、あ、私も行かせてくださいっつって、うちの家内も一緒にあの星野監督のお家にお邪魔をしたんですね。で、なぜ僕がっていうことなんですけど、はいはい、実は僕はあの腎臓悪くしてて、で長い間入院してたんですよね、その時、はい、で、あの星野監督にお会いして、で、あのお悔やみをうちの家内が言おうとしたら、監督、あの、泣きそうになる。あの、僕、家内の手握って、はい、あの、ご主人の容体大丈夫ですかって、監督おっしゃった。で、それ聞いて、あの、もう本当に、あの、うん、あの、ベッドの中で、あの、病室で、本当に僕、号泣しちゃったんですけど、自分の奥さんが亡くなられた時に、はい、あの、僕のことを心配されて、そのうちの家内の方に、そんな風におっしゃったと、はい、いうことで。で、その後、あの、外出許可もらって、僕、あの、葬儀にも参列もさせていただいたんですけれども、はい、あの、星野監督っていうと、喜怒哀楽の銅ばっかりがね、絵としては出やすいもんですから、銅、はい、ばっかり出るんですけど、実は僕は、これほどやっぱり情の深い監督さんはいらっしゃらないと。ちょっと そんなお話をさせていただいたんですけど。ああ、思い出すな。ね、うん。日体寺であったしね。そうですね、うん。もう盛大な葬儀だったんですけれども。はい、うん。もうあれから20年だよ。あ、そうですか。うん。20年独身で暮らしてるよ、僕。それだけ奥様のこと愛してらっしゃったんですよ、ね。そうです。そういうことですね。はい。星野監督夢の奇跡第1幕。さあ、第1幕は星野投手編です、はい、打倒巨人に燃えた星野仙一投手について伺っていきたいと思いますが、あの後半言われている監督が、あの巨人から指名するぞと言われたのが話が違うぞということ、あれはそうなんですか。そうですね、あのジャイアンツは田淵を1位指名すると、はい、
で田淵が先によそに取られた場合星野お前を指名するという話が最初ですね、はい、で島野さんという名前になっ てなって、うん、あれおかしいな、うん、で島と星野を間違えたんじゃないかと、はい、いうことをね司会者に僕は言ったことがあるんですけどね、はいはいはい、うん、そっからも打倒巨人というか、そういう気持ちに。いや、それ、もともと僕はもう、巨人、あんまり好きじゃなかった。ああ、阪神ファンですもんね。就職だから、もうこれはしょうがないじゃない。はいはいはい、しかもドラフトだから。はい。改めまして、野球殿堂入り、おめでとうございました。ありがとうございます。ね、僕は東京はこの番組があったんで行けなくて、大阪の方を選ばせていただいて、はい、大阪を伺ったんですけど、まあ、東京も大阪も、ものすごい人でしたね。いや本当にね、もう、ね、こう、感謝しましたね。いやこれだけよく集まってくれたなと。ね、総勢2300人ぐらいかな。そうですよね。ミスターの映像もありましたし、さんまさんの、メッセージもありましたし、うん、そして僕が感動したのは、王貞治さんがいきなりまず、大阪の会場ではね、うん、まず挨拶されて、野球殿堂遅すぎるわと、こうおっしゃいました。ね。いやいやいや、もうまあ、僕はあんまりね、このショーというものにね、意識なかったんですよね。はい、ああそうなのかと伝えられて、うんうん、特別嬉しくはなかったけども、うん、周りがものすごくこう喜んでくれましてね、まあ遅すぎるわとかね、コーチなんかも田淵なんかもね、はい、今頃何言ってんだとこういうことを言ってくれてね、でそんなも意識しなかったんですね。まあ、あれはね規定があって、ユニフォーム着ている時には選ばれないという形にもなってますしね、うん、そういうのがあってということもあったと思いますけどね。まあ、いずれにしても本当に野球殿堂入り、おめでたいというところなんですけれども、はい、あの時後ろの方では名古屋でみんな名古屋組がおりまして、中日の同窓会やってたんですよ。もう早川さんとか金山さんとかね、二村さんとかも懐かしい顔で、いやいや、たけしも来てましたし、ね、はいはいはい、東京かな、たけしは、で表彰式はオールスターの第一戦で行われるということで、今年はたまたまですね、オールスターゲームが名古屋ドームで行われる、はい、そうなんだよね。あれもね、なんか偶然がじゃないみたいな偶然だよね。だから僕の中では大阪でも仙台でもない、やっぱり星野さんは名古屋の星野仙一監督なんです。いやいや、それはもちろん名古屋に育ててもらったんだから、はい、でもやっぱりね、胃の中の蛙になるのを僕は嫌だったの、うん、やっぱり野球全体を見たかったし、だから思い切ってね、外で羽ばたこうと、まあうまくいきましたけどね。それで3球団でそれぞれ優勝、楽天では日本一までということですもんね。まあ運が良かったね。そうですか、はい、そんなに努力もしてないのに。いや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 、さあここからはまず私と星野監督の43年も、私のアナウンサー生活43年の中での星野監督ということで、はい、すみません、ちょっとお話をさせていただこうと思いますが、昭和49年、ドラゴンズは巨人の V10 を阻止しました、はい、でロッテとの日本シリーズをちょうど、大学4年の時に CBC の内定が決まっていたんですけれども、うん、友人と見ていて、その友達からよかったな、この強いチーム、お前実況できるんだよなというふうに言われたことを思い出します、はい、でその時のエースピッチャーが星野仙一投手でありました。で実際に僕が実況できたのが1979年、昭和54年、実況デビューしているんですけど、取材といえばもっぱら同世代の田尾さんとか田之倉さんばかりで、当時はですね、星野さんはじめ高木さん、木松さん、矢沢さん、もう怖くてとてもじゃないけど近づけない、はい監督、今のね、若いアナウンサーっていうのはもう平気でベテランにもいろいろ話しかける。当時は絶対そんなことできませんでしたもんね。いやね、それはね、ある意味薄い壁があったんです、その当時は。あ、そうですか。我々の時代は。あ、そうですか。そしてね、もう気安くこう、近寄れない雰囲気を醸し出してましたね。ありました、ありました。今のやつはもう、その辺のもう友達みたいな感覚で。そうですよね。はい。で、僕が初めて、星野監督にお話できた、まあ当時は星野仙一投手ですけど、お話できたのが、昭和、57年、1982年のことでした。はい、この時僕はパロパロっていう番組やってて、そこで、だからドラゴンズは優勝すると。もう夏からもうそういうコーナーで、絶対今年は優勝する。その通り優勝したんです、うん。で、優勝が決まった後はそのコーナーを、ありがとう星野仙一に変えたんです。なぜかというと、星野さんだんだん出番が少なくなってきたんです。だけど、精神的柱としてチームを本当に引っ張ってて、この優勝の陰に星野監督、星野仙一投手ありというところでこのコーナーをやってたんですね、うん、はい、でそこで、お前
で、名古屋行きました、うん。そうすると、中日新聞と読売新聞の新聞戦争じゃないですか。それで、その本社の方はね、うん、巨人とかジャイアンツと言わないんですよ。読売にとにかく勝てと。読売に勝てと。はいはい。それをこう洗脳されたというか、はい、うん。しかも強いし、うん、V 級時代ですから、はい、巨人に勝って読売に勝ってなんぼのもんだと、男はと、はい、いう意識はものすごく強かったし、ね、東京門に負けてたまるかと、はいはい、こういう、まあ、ある意味、その、小さな田舎者の劣等感を、ものすごくエネルギーにしたというかね。はいはい、そういうのありましたね。なるほどね、はい。で、自らやっぱりもう巨人戦は俺だろうという感じで、あの、志望したりとか。もちろんもちろん。もう巨人戦で投げさせなかったらもう、あとほら、俺は投げねえぞというぐらいな感じ。だから必ずローテーションの中に一試合が入ってました。三、ね、試合のうちの一試合、はい、あ、そういう感じだったんですね。そしてその集大成は昭和49年、先ほどもちらっとご紹介した20年ぶりの優勝につながる、うん。これで巨人の10連覇を阻むということなんですが、実はですね、この10連覇を阻むというその優勝決定の前の試合、うん、これが大一番だったんですね。というのは10月11日神宮球場で行われたヤクルト中日26回戦、この試合を落としていたら巨人との直接対決になる。で、しかも後楽園ですかね、非常に不利になるというところで、うん、星野投手が立ちはだかるわけです、はい、実は神宮で2対3で中日負けていたんですけど、はい、9回表高井守光さんのタイムリーで3対3の同点になった。はい、覚えてます。そこでベンチ入りをしていた星野投手が抑えというか、はい、そこでマウンドに上がるわけです。で、当時はね、3時間制なんですよ。3時間を超えたらもう延長に入らない。あ、はい、でもうこの時点で3時間いってたみたいです。9回の裏の1イニングを星野投手が投げたと。そのシーンをお聞きいただきましょう。どうぞ。2エンド1追い込んでいます。マウンド上の星野、第4球投げた、ストライク。試合終了、3対3、引き分けに終わりました。しかし中日はこれでマジックナンバーが2となりました。引き分けても中日のマジックナンバーが1つ減りました。あと2勝で優勝ということは、明日中日球場で太陽とのダブルヘッダーに中日が連勝すれば、巨人戦をまたして優勝が決定します。はい、本当に大きな引き分けだったんですよね。私今思い出すとね、はい、14年間のピッチャー生活の中で、あのヤクルト戦の9回、はい、あれが最高のピッチングだと思う。あ、そうですか。もう震えた震えた、喉はカラカラ。あ、そうですか。で、足見たらユニフォームがこう震えてるわけ。それで、こう、投球練習するじゃないですか。はいはい、ものすごくいいボール行くの。はい。その時に、はあ、これがプレッシャーなんだ。その割に俺いいボール行くな、はい、俺はプレッシャーに強いんだというようなね、はい、その時に意識を持ったね。あ、そうですか。本当にいいボール行ったね。実は内野ゴロ一つと、あとは三振二つなんですね。そうなんです、素晴らしいピッチングでピシャリと抑えたということ、さあ、そして翌日の太陽戦ダブルヘッダーを迎えるわけなんですけれども、あの、前日、そうやってリリーフで投げて、はい、翌日、ダブルヘッダーの第一試合は、松本幸津さんが投げられました。そして、その後、第二試合、星野さん、つまり、中一日やどころか連日なんですよ。中一試合で、翌日投げてらっしゃると。だから、ヤクルト戦の前にも、僕、ヤクルト戦投げてんだから。先発で。だから、もう4連投、5連投なんて当たり前なんです。先発リリーフ、先発リリーフで。で、ダブルヘッダー第1試合で勝って、マジック1になって、はい、この時の足の震えみたいなのはどうなんですか、先発で行く時は。その時はなかったね。あ、もうないんですか。で、1試合目にね、ボコボコに勝、はい、勝ったんですよ。はいはいはい。で、僕はベンチ裏で、もう、点数をもう少し取っとけよ、お前、2試合目に。2試合目のほうにね。早終われよ、とかね、そういう言い方をしたことがあるんですよ。そうですか。はい。それで、星野さんに直接インタビューしてこいと。で、世の中今、星野さん、優勝が決まって日本シリーズのその間なんですけれども、はい、その間で、世間では噂は、星野さんどうも引退するんじゃないかって噂されてたんです、うんうん。で、その時に、雲の上の人にインタビューしなきゃいけない。はい、もう頭真っ白、だから僕はどうした、本にもちょっと書かせていただいたんですけど、はい、だからどうしたかって言うと、一、星野ファンとして、
お話を聞いたんですね。はい、で、どういうのかというと、当時は選手食堂も、記者も入れましたよね。うんうんうん、で、星野さんなんか、途中でノックアウトされようもんなら、こんな吸い殻入れみたいなのあるでしょ。あれをスパイクでバーンと選手食堂で蹴飛ばしたり、それから壁に向かってタオルをバーンと投げたりと、もう怖い怖い、そういうのがありました。はい、だけど、喜怒哀楽いっぱいの星野投手のことが大好きでした。巨人に向かっていくあの姿が大好きでした。それが見られないかもしれないという話になると本当に悲しいんですけどもみたいなことをちょっともう本当に一ファンとしても聞くしかなかったんですね、はい、でその時に星野仙一投手なんとおっしゃったか監督覚えてらっしゃいますか。いや覚えてないな。でしょうね、はい、お前そんなに泣かすなよとこれらしいでしょう。僕この時にあ星野仙一投手はやはりもう引退覚悟されてんのかなと、うん、それと同時に星野仙一という人の人柄みたいなもの、はい、この短いフレーズね、お前そんなに泣かすなよと、この言葉で皆さんに監督のその人柄が伝わったんじゃないかなというふうに思ったんです。監督あの時本当にもう決めてらっしゃったんですか、日本シリーズの前なんですけど。いや僕は決めたのはね、春先に熊本でね藤崎台でやったんですよ。それでね、1対0で勝ってたんですよ。平野選手がすごいファインプレーして、そうそうそう、お辞儀したシーンでしょ、はいはい、覚えてます、はい。それでね、山本浩二ってもう亡くなった、左バッターにね、はい、サヨナラヒット打たれたんですよ、はいはい。あの時にもう今年で終わろうと。はい、ずーっと8回まで1対0で勝ってたんですよ。9回にひっくり返されて。はいはい、あ、俺はダメだと。あ、その時ですか。その時にもう決めてたんですよね。でもね、本当に、お前そんなに泣かすなよと、うん。僕ね、それ以後もう何千人の人にインタビューしてるか分かりませんけれども、はい、このアナウンサー生活の中で。僕 もう自分としてはもう最高のあれがインタビューだったと思うんです。なんかそんなこと言った、うん、うん、記憶もあるかなという感じだ、ね。本当ですかね。はい。そして、1983年、昭和58年10月にサンデードラゴンズがスタートして、昭和61年、86年にの10月にドラゴンズ星野監督が誕生。うん、そして、昭和63年、星野監督就任2年目で初のリーグ制覇。今日のオープニングにはありましたけれども、はい、実況をたまたま僕が担当の時に星野監督の胴上げを実況することができたと、そういう幸せな巡り合いもあったわけです。そしてその後、1991年ですけども、忘れられないのはもう何度も言っておりますけれども、星野監督サンドナに出演していただいて、ナインからのメッセージ、監督僕を使わないと今年の優勝ありませんよと、監督僕を使ってください次から次選手がビデオで登場したら、はい、星野監督の目がうるうるし、生放送でね、はい、うるうるし始めて、そこが僕のやらしいところです。これはいい絵だと、カメラアップアップと言ったら、何がアップじゃって怒られたんですけど、そういうことがありました。あれも本当にすっごい反響でした。よく覚えてる、俺。はい。そして、平成4年になりますか、その星野監督が今度は、サンデードラゴンズ、まあスーパーバイザーということで何度も登場されて、そして特に田淵さんとのコンビでも随分出演していただきました。本当にありがとうございました。そうだね、本当田淵はあれで飯食ってたようなもんだ。飯と言いますと、飯食ってると言いますと、はい、番組終わった後、ちょうどお昼で、当時は10時ぐらいから始まってたんで、はい、この会社の東玄関にある何でもない喫茶店のオムライスを監督が美味しい美味しいと言って、ほう、なんか普段いいもの食べてらっしゃるから、あ、逆にこういうものが美味しいんだなというオムライスを思い出しますし、それから近くのシティホテルの方